はい、というわけでルールを書いていきます。はい、まず一つ目、まず配信外の作業を禁止、作業、はい、これボン、配信外は禁止、もう全部配信に見せる。まあ、これはあの別に縛りっていうかそういうスタイルでやってるから。で、はい、でこれ一番大事、はい、ドン、改造やチート禁止、これ超大事。今使っとるデータがね、もうがっつりあの妖怪とか装備とか自分で出しとるから、それ一切禁止で、で次も結構大事、はい、ドン、極玉、ちょっと待って、玉がひらがな、はい、極玉は自分持ち、あの他の人にミッション貼ってもらうのは禁止です。はい、そして4つ目、交換は基本的に禁止、他の人から強い妖怪をもらうのは禁止で、白犬限定妖怪はもうちゃんとこの上と同じ条件のアカウント、白犬隊のアカウントを作って、もうストーリーも1から進めて、でそのアカウントでちゃんとゲットしたのを持ってこなきゃダメっていう。はい、以上この4つの条件で新しく新規でデータ作って、もう最初から、完全に最初からのデータ作ってやっていこうと、こういう感じでございます。これを表題んだけど、ちっちゃいな、これ読めんか、ちっちゃすぎて読めん、小さすぎて読めないって。あれ、手伝いは OK、通信プレイで一緒にミッション行くのは OK、 ただ交換で強い妖怪もらうのは禁止ってだけ。妖怪と装備と極玉は全部自分で集めるっていう条件。これ見える、見づらい、まあ、見えるっしょ、見えると思うんで、今日もうやる感じ、そう、今からします。チラリロア、ヨウ、いや俺ね、昨日夜な夜なあのこのバッチ作ったから、この今は多分勇ましで、ちょこれちっちゃくて読めんけど、勇ましのアイコンでこれ新規って書いてある、小さすぎて読めない、こっちこそ小さすぎて読めないって感じだけど、あ、待って、これ登録者表示してねえわ、今思った。夜な夜なバッチを作ったんですよ、勇まし野郎で。1ヶ月経ったら次不思議で、不思議族のアイコンになって1ヶ月ってつくから、増えていくごとにちゃんとあのやっとる期間のあれがちゃんとドンって出るから。こうするか、なんかずれるんやがよ、まあずれるけど、よし、これで見えるっしょ、鍵に見えてんじゃん、勇ましい確かにね、と言われたら確かに、なんか鍵マークみたいな感じ見えるけど、違います、これ勇ましですじゃん。妖怪ウォッチのチャンネルなんでね、それはもちろん。え、てか関係ないけどさ、ちょっとセレクト押しながら、サバに教えてもらったやつ、サバッチに教えてもらったやつ、ちょっとやってみてもいい？果たしてセレクトボタンを押しながら起動したら、本当にオンラインが起動しないのか。え、これ止まらんけど、大丈夫そう？あの、セレクト長押ししてたら、あー、来た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 。え、ガチで？ほんま？ほんまもんですかこれ。え、ガチやん。え、ほんまやん。サバやるな。ちょ、ありがとう。え、いけますやん。はい、てなわけで。今日は何するかというと、いつもとはちょっと違う、ちょ、音楽がうるせえ、今日から新企画やってまいります。このね、画面の下の方になんか縛りって4項目書いてあると思うけど、まあ、要はチート改造一切なしで、交換とかでもらうのも一切なしで、ガチ、マルチプレイだけ OK、 マルチプレイ以外もう全部自分でやって、どこまでデータ進めれるかっていう。最終的には辞典埋めてって、ニャン騎士とニャン魔女だけちょっと入手不可能になっとるけど、それ以外なんとかコンプリート、ゆくゆくはしていけたらなって思っとるんやけど、まあ、そういうわけで早速データを作ってまいる。で、一応参加型ではあるけど、ちょっと序盤は参加できんのよね、通信できんから。というわけで新規データを作っていく。ジェフィースバスターズやりてえ、やろうぜ。と、名前がね、メインで使ったらアカウントはチャンネル名に配信中ってつけてやっとるけど、ちょっとこれ改造禁止のあのデータだから、ギリギリでこれでいこう。で、ちゃんと配信ってつけて、よし、これギリギリ収まる。ここはね、もうさっさと飛ばしていかないかんわけよ。はい、飛ばしてまいります。今日 YouTube 重い、いや多分俺のあの配信が重かった。あ、これ飛ばせんのけ、ここ。ここは飛ばせんのか。OK。てってれってじゃなくて。え、これ、オンラインできるようになるのって、通信プレイできるようになるのって、どこまで進めてからやったっけ？え、これ飛ばせんの？
なんか飛ばせんのやけど、あれスキップできんかったこれって、なんかスキップできんのやけど、もともとやったっけ、無理じゃなくて飛ばせんのやが、ちょっと飛ばしたいんですが、なんかウサピョンおったし、やっとムービー終わったか、もうこの映像見飽きた、だったらお前はクビだー。 OK、 談話室ね。あー、ここも説明や。ヘルプが追加された。待って、 BGM 消すの忘れてた。編成ができるようになった、やったね。 OK、 まずは設定、これでいこう。うまく1でいい。引き出し早い、チャット早い。あれ、これいつもリバースだっけ。ちょっと標準設定にして、おお、見慣れた並びになった。とりあえず地盤やんで、いつも通りね。第一点のヘルプ、便利か。出撃だー、やっと出撃できる。ウサピョンおった。ゴーゴーゴー。あ、これ電話鳴ってないんけ、最初。鳴ってないわ。オッケー。さあ、行ってこい。オッケー。気をつけろ。まあ、さっさと飛ばしまして。行くぜ。敵さんが見えてきたぞ。行け。ほら。オッケー。むむ。何か落としたぞ。しゃあ、全部倒すぜ。アイテム発見。おにぎりの術。やべ。スタミナ見てなかった。すごい。あ、これ2匹目も。ヘータレって呼んでやるぜ。まあ、ちゃっちゃと終わらしちゃいます。スマが現れたぞ。ネット繋げれない。いや、気合でいける。気合で勝つ。奥から行くか。ヘイ。ノーダメクリアあるんじゃないの？やべ。素材大事やから、マジで。素材ガチ大事やから。ちょ、なんでそっち行くん？遠い遠い。来たぞ、ノーダメクリア。いけるいける。アイテム。おにぎり売れば金になるから。ビクトリアン。脱出するだけだ。行くぜ。パソコンないの？え、ニューじゃないんだっけ？いや、ニューやったらパソコンなくてもいけるんやけどな。ニューじゃなかったらパソコンいるわな。え、親のパソコンとかもないの？じゃあ素材4つもゲットしたぞ。あー、エンマからジバニャになった。え、待って。俺さ、これ間違えてないよね、セーブする場所。え、ちょっと待って、これ日記1じゃないよね。ちょっと待って、心配になってきた。あー、焦ったー。一瞬日記1に書いとるかと思った。バカ焦った、今。トロフィーゲット。まあ別に、他の場所にもデータ、保管してあるから手遅れにはならんないけどね。ちょっと焦って標準設定にします。ドイゲットだ、ジミーショップ、あ、レベルルーム止まんね。一人でならいける。で、どっちが最初に大事点埋めれるか勝負する。爆速だー。しゃあ、レベルアップだぜ。誰か一人よ、レベルアップだ。まあ、とりあえず10番やレベルにして、オッケー。待って、とりあえず均等にレベル上げとくか。足りるこれ。あ、全然足りる。ついでに10番やも止まんね。よし、音1匹かい。誰にしようかな。ボーノ、ボーノ。しまいだ、ボーノ。ちょっと、もらったからに。オーケー。アイテム置いていこうか。さあ、行ってこい。来たぜ。力持ち。あ、とりあえず敵倒さんなんの。お、三段攻撃で倒せるような。あ、上にもおるんか。先こっち行こう。あ、気合いらんわ、これ。三段攻撃で、またおにぎり。素材は大事ですから、ちゃんとアイテム入って。おにぎりしか置いてないやん。ちょ、無理壁動きすごい。なに？三段攻撃だけで倒せないだと？ナイス。来た、力持ち。最強ワンパン力持ち。そうはさせん。ダメじゃねえか。しっかりしろ。まだまだ大丈夫だ。蘇生タイム。いて。殴り放題やめろ。イワンゴフじゃない。さあ行ってこい。ちょっと強いな、こいつ。で、ジミーだっけ、これ。さんとこ行けばいいの。確かジミーやったき。オッケー。救助ミッションです。終わった終わった。脱出だ。これでショップがオープン。鬼玉もしっかり回収して。キューって。よーし、クリアだ。スタミナム、大当たり。やったぜ。素材も3つゲット。ここ倉庫やったんや。改造入れたやつが売ってないかな。いやー、急にセリフ。ボイス付きで。でん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 。ジミーショップがオープンした。ブリーと一緒に話しかけよう。グッドニュース。なんだ？なんだそれは、やばい。もうええってこれ。お友か？あー、友達か。とりあえずおこむしゃにしとくか。強いし。まあ、どうせジュバニャン使うけどね。いつもおこむしゃ仲間にしといて、実際に使うのは、ジュバニャンやけど。結局、序盤一番強いのはジュバニャンや。とりあえず、会話来るまでは、絶対仲間にならんから、強っ。おったら残しとく。ここにおるや。まあ、このミッションは妖怪復活するから、次何でもいいんやけど、とりあえず、おこむしゃ一人は見つけときたい。これ、おこむしゃか？お、いや、こいつ残しとこう。これ、ダメ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 。こいつは倒す。おい、やめろ！倒すな、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 倒すな。あれ、ここで倒したら仲間になるんけ？あ、なるなるなる、オッケー。セリフ出てから確定やからね。だるいんですけど。無理。来た来たー。ああ、ちょっと早かった、最後。進まどこや？お米車ですね。お米車そこにもおったんかい。お宝発表、大当たり。やったぜ。あれ、第一章って大当たり確定なんやったっけ。じゃあ、お米車ゲットやぜ。これで辞典がまた一つ埋まった。めっちゃ怒っとるけど。妖怪の輪。ジミーショップ。電陣追加か、これ。おっとおっと。装備品きたー。うりゃくただ。あ、これ装備。あ、最初は確定なんか作るの。やったぜ。あ、これ何でもいいんか。え、ちょ待って、これ何作るのが一番いいんや。あ、ちょ待って、充電器取ってくる。
一瞬 AFK します。よいしょ。ただいま。何を作るのがいいんやったっけ。効率お袋の包丁ってまだ作れんだっけ。ないやん、そもそも。見習いの刀。おい、ニョロロンないやんけ。ふざけんな。別これ作っとくか。一番安いし。あ、装備させればよかった。わかりました。お、音もいけるぜ。マイセット登録。妖怪の輪が変な場所にあるからって、装備しよう。で、ニョロロンのかけらゲットしたら、見習いの刀といっちゃん強いから、序盤は。ステータス的には、序盤やの方が強いけど、あの、これ、攻撃されるほどか。弱いわ。ちょ、誰いらんやろ。レンジャーいい。これでいこう。残り2人を、多分レベル3にできるから、と、序盤。あ、でも、おこむしゃの方が、あのレベル上がるの早いよね。多分スキルが弱いかな。スキルとステータス弱いから、やっぱ自慢やんの方がいい。選ぶんだ。赤鬼戦絶対に勝てない。 HP1 で止まるから。どこや、そこか。何、あ、取り付きが多いってこと。なるべく妖怪増やしたいからな。てかニョロロンのかけら、ニョロロンおらんのけ。意外がぐりしかおらん。まあ いや、とりあえず落とし物は遠いよな、いちいち。まあ、じゃあニョロロン出てくれ。ニョロロンおらんかな、こんな戦っとる日。下の方。いや、ニョロロンいなそう。鬼玉すっくね。もっといっぱいくれや。あ、コマさんか。コマさん救出ミッションね。なんだ、回復か。遠いよ、学校まで。なんで一番下から一番上まで行かなあかんのや。まあ、それがストーリー。HP 減ってない。なぜ。うわぁ、キュン太郎欲しい。OK。あー、出てくる。で、赤鬼だっけ？鬼玉とか素材はマジ大事やから、ちゃんと回収ね。普段やったらこんなん取るわけないけど。やばい、足補足された。めんどくさ。チェンジャーチェンジ。持ったか。まあ、全然足直らんや。来たー。これしばらく戦わんなんやったっけ。必殺溜まりすぎやろ。赤赤赤。スタンプ長。普通にこのレベルさやったら全然勝てるはずなんやけど。まだか、もうちょいか。戻りましょうか。無理無理。撤退。行くぜ。全然味方 HP 減ってないし。いけると思うけどな。普通に99レベルの根付けつけて、ごく武将戦っとるのと何も変わらん。いや、素材にしてくれ。鬼点つけろって話ではあるけど。怒っとる。第1章終了。ここまでだいたい30分か。1章30分か。だいぶ時間かかるな。コマさんちょっと強いからな。第2章。のぼせとんまん編。これ飛ばせんのか。飛べないのか。あ、これ行った方がいいんけ。あ、てか行かんなのか。確定か。これは飛ばせ。広いか。もういい。登録条件。真っ赤なトマト。これで友達確定オーラが買え。え、これもう通信できるんけ。まだけ。お、ここだけ買え。配置やばいやろ、これ。なんである。ABC 順なん。これでいいだろ。戻るぜ。まだ通信はできへんの。コンか。闘技場ね。はい、どうも。ちょ、まだワカメくんおらんからさ。レーダーチップとか取れないんよね。だんだん、だんだん坂。おー、来た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 。一章終わったらもう。通信できるんか。早いな。なんだなんだ。通信できるってことは、もうこいつらは不要だ。もうただひたすらに、ジバニャンのレベルを上げるだけ。6レベル。ギリ7レベルいかんか。でもこれさ、今、おらんよね。全ランクインするの忘れそう。こんばんは、どうも。パスワードいらん。これ誰か来るんかな。誰も来なそう。新企画、ついに。で、もう一章クリアしたから、もう通信プレイできます。配置はおかしいだろ。電話は、あれ、これ電話って、いいじゃねえとならんのけ。そうでもないと。音も入れとくか、一応。いや、QROK だよ。OK やけど、まだない。とりあえず、ワカメくん助けんとちょっと QR 読めんのよね。あの、おらんから。とりあえず、ワカメくん助けてからやな。とりあえず、進めっか。だんだん坂だ。ワカメくんって2章の終盤やったっけ？ 2 章のどの辺？のぼせとんまん直前ぐらい。渡るアイテム全部売って、レベル上げにした方がいいかな。とりあえず、ここでなんか、ずるずるずるやったが、風かも友達にしたいな。妖怪もちゃんと集めないかんから。いや、モテモテ持ち、どのぐらいになったらゲットできないか。パトロール出てからけ。これなんや、妖怪倒せばいいん。いっぱい知るぜ。こいつ起き上がるやろ。起き上がらんかった。あのさ、足遅くされるの困るんだが。弱っ！足の速さが戻んねん。戻っとった。起き上がらんな、誰も。妖怪集めないかんのに。やばい。継続ダメージが毒取り付きされちまった。あと3体か。14ってなんでこんな中途半端に多い数なんや。10とかでよかったって多いのよ。全然湧いてないし。もっと真ん中に湧いてくる。あれ、妖怪湧いてないやん。あー、これ最終的に湧かんくなるんか。そうやったら忘れとくか。ここいかんない。ここだけやけに遠い。あ、もうクリア。めっちゃ簡単やん。じゃあ14でいいわ。意外と早かった。おわー。ミッションというよりもどっちかというと、ストーリーの会話シーンでだいぶ時間取られるな。お、コインゲット。で、まだ、ガシャがないんやな。サブミッション。あ、これで、ウサピョンいけるんじゃね？ウサピョンってもういける？あれ、まだないわ。あれ、ウサピョンのやつってさ、これせんと、デジコンのやったっけ？見間違いそうやった、これ。これ覚えてない。ムービー見てないから。ムービー見てないから、全然わからん。いや、わかんねえ、これ。あ、当たった。電話来てからか。やっぱこれ関係ないよね、確か。え、これ、違うんかい。あ、
あれか、ブリ歩いてくるところか。ゴミ箱やわ。え、これ何？上から？え、違う、落ちてきたやん、こいつ。あ、その前かい。これまだやろ。オッケーオッケーオッケー。落ちてきたのを見る。ガーン。ゲット組。あ、なんかゲット組のお話始まった。あ、やばい。これ電話来てないな。レベル上げとくか。あんまレベル上げると、装備作れんくなる。鬼玉なくなる。あ、じゃあバトルアイテム売るか。いらんから。どこやねん。全部売りまーす。あんま金にならんな。まあ、レベル上げの足しにはな。サブミッションってさ、これ全部選んだんだやったら、ここでいいん。全部選んだんだ。とりあえず上からやってきたに倒すだけ。お、ニョロロンやん。浮きたー。作れるぜ。3章終わってからがだいぶ後やな。それまでは10番やってた。なんでさ、こうやって足を遅くしてくんの。チェンジしないかんや。アイテムはおにぎりないかんやろがい。10番やんじゃ軽くないんやな。いや、治っとるやん。なんか導きが。なんかバカ好きも来た。いや、ニョロロンのかけるありがたい。ボスボス。お、こんばんは。3章終わったらうさぴょん。あ、オンラインもうできるよ。1章クリアしたからもうできまーす。オッケー。上の方にいたっけ？見てなかった。別に上の方に強いのおたりは見えねえんだけど。あ、でもそもそもいけんやん。そこも下上来て。てかこれ全部倒さんなんの？結局全部やない。なら初めから倒してくればよかった。遠いこいつ。いやー、ジバニャン足早いで助かるわ。死にはならないって。届かん。一撃や。ふすま遠くない？ふすま遠くないな。遠い遠い。公民館か。あー、スタミナが。サバ手伝ってくれ。コイン。ありがた。鬼玉300あるっけ？ストーリーが。300あるし、作れる。こっちじゃなく。寝たっけ？見習いの刀やったっけ？これこれ。これが強いんやな。強化したら、どんどん強くなるから。あ、装備させるんよ。やろうぜ。パスワード忘れて。よし。やりましょう。みんなこれ。これ一応、こむしゃん。火力が命やから。で、残った鬼玉で10番。全然足らんわ。うわ、なんか紙出てきた。紙出すぎやろ、これ。え、どんだけ出てくる？どんだけ出てくるん？サバッチ来れるか？ガシャまだ機能してないわ。マシン自体はあるけど機能してない。あ、これ1個でよかった。あ、これでようやく QR コード読めるよ。ちょ、QR コードってなんか装備品あったっけ？専用装備。あれ、つわものコインとか装備は専用だけか。なるほどね。あれ、つわものコインってなんだっけ？あれ、QR じゃない？これ、オロチ出やすいコインとか。あれ、冬にはもうガシャから出る。あ、つわものコインってレジェンドのメダルを読み込まないかん。とりあえずワカメくん救いに行くか。メカブチョーン。ヒーラー増えとるのありがたいけど、一人で勝手に突っ走るのは全然ありがたくない。こいつ止まっとったら勝手に突っ走って爆速勝ってぐらい。突っ走るぜ。やばい、ワカメくんが大量発生が。ポポカの賭け。ワカメくんなんか強くね。あ、まだおった。アイテム取りに行っとる間にメカブちゃんが突っ走って勘弁して。やばい、強い。でかいやつか。でかワカメ。でかワカメ来た。でっか。やったぜ。何？あ、よかった、回復じゃなくて。デカワカメくん、飛ばー。じゃあ、ふすま。来たー。え、これでもう QR 読めるっけ？結局、ガシャないから意味ないか。ガシャマシンがまだ動いてないか。ポカポカのかけら。ポカポカのかけら8個ゲットしとるけど。いらんってこんな。ワカメくん多すぎ。そっか。猫妖怪専用装備みたいなのあるんか。え、これまだワカメくんおらんの？おらんやん。まあ、全然ダメやん。蹴るなよ。あ、もう伸ばせとんまんと戦うの。早っと早く。あ、レベル上げてくればよかった。ボス戦なのに、やらかした。どこや？むむ。いや、強いなぁ。タイミングがわかんねえ。遅い、これ。結構遅め。なんか、草食男おるって、結構遅めやね。まあね、超回避やから、だいぶ早い。やべ。タイミングわからん。知らん。鬼玉落としまくれ。取れ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 。あ、こいつ止まるんか。ありがたい。いや、コマさんひるましてくれるのナイスやな。何気に見回るように初登場か、ここで。でかっ。え、2、あ、100、100もらえるんや、あのでかいの。ありがたい。そこで止まるんや。階段の途中で止まんない。で、必殺当てたいの。今当てても意味ない。歩いとる時に当てんと。で、これ結構鬼玉集まるな。これありがたいわ。これやばいやばいやばい。どんな動きしとるん？え、止まったけど。なんか、ラグインか知らんけど、ストーリーやから変な挙動入るみたいな感じ。そういう感じ。やべ、外した。鬼玉ちゃんと集めたい。レベル上げ大事。昼間したら止まるね、こいつやつ。アイテム売るときに必要だから。やばい、最後に。あは、間に合わんかった。フライフロー。回りすぎだろ。ひるむんや、それで。どこ行くねー。めんどくさいから。滑るとめんどくさいから、ちゃんと避けるよ。まずいよー。結構痛かった。また？いや、のぼせとんまん、普段戦わんからな。戦い方覚えてないよ。結構移動多めやな、ね。これちゃんと避ける。当たるとめんどくさい。ボケでスパコーなんか判定早くない？見た目に反して。どこ行くねー。真ん中か。でも倒しまった方が早いな。ボス行っとこう。I like this game. Oh, me too. すまん。英語わからん。神ゲーです。あ、せ、ランク上がるから。飛ばせんのやった。え、これでワカメくん出るんだっけ？ QR コード早く読めるようになりたい。QR コードとガシャやね。
でも強者コインじゃない方がいいんけ。結局なんかボス妖怪出るとはいえガシャドクロとかドンドロとかやし、あんま使えんな。これやったらまだ、何だっけ、なんか月光コインみたいなやつなかったっけ。ちょっと名前忘れたけど。おー、来た来たー。コンブさん。なるほど。よっしゃー。長っ。あー、コマジロね。コマジロなんか2階におったけどな。談話室におったけど。ガシャ来たぜ。あ、ガシャじゃないか、まだ。ナメクジンの話か、これ。お、ガシャやん。ちゃんと場所には意味があるの。彼しろー。え、これ通信中でも受け取りとかできる、できんのかい。一回解散して。え、これ何コインがいいんやろ。え、なんか月光コインみたいなやつなかったっけ。あ、満月コインや。これの方がいいんけ。あ、でも締めっぽいなとかか、結局。それやったらつわものコインの方がいいんか。まだこのコイン、これ何出るん。いやー、回避持ちのアタッカーの妖怪が出てこんな、全然。それったらまだ5つ星コインとかの。え、5つ星コインが一番いいんけ。でも、ワンダーニャンとか俺、これにスペシャルコインは？スペシャルコインは QR ないんけ。あ、1枚だけあるんか。スペシャルコイン、微妙いな。とりあえず、スペシャルコイン、QR1 個だけあるから。これ読み取るか。スペシャルコインゲット。え、ちなみに、ガシャ何回できる ?3 回か。渋。3回渋い。で、5つ星コイン、まあ、無難に5つ星コインが一番強いっしょ。5つ星コインの QR、 あ、4枚あるんか。 OKOK。 とりあえず4つ読み取ろう。はい、1個目ちょっと早いって、読み取るの早。もう1回どこや。ネクスト。じゃあ来た来た。はい、読み取るのくっそ早いね。こちらです。一旦こんなもんにしとくか。ダンスはいいですよ。ネットワークエラー、うせや。間違えた。サービスは終了しています。なんでエラーなん。全ラン、ちょっとガシャ回そう。ここでワンチャン S ランク出んかな。とりあえずスペシャル行こう。頼むぞ。うっ、黒ちょっと熱い。え、こんな序盤にジバコマゲットできるん。でもこいつ妖術タイプやったっけ。力じゃないっけ。いやー、ワンダーニャンとかその辺ちょっと期待したんやけど。え、でもジバコマ熱い、普通。やったぜ、この調子で。頼むで。え、2連続黒やばくね。え、熱っ。熱がめ側。こんな序盤に、え、普通にさ、ガシャ黒2連続やばくね。しかも封印やし。熱っ。この調子で頼むぞ。お、金、金、金。まあまあまあ、全然いい、全然いい。え、ワンダーヘン来たわ、本当に。え、ガシャ運やばくね、普通に。え、普通にガシャ運やばくね。え、3回回して、このラインナップだの、普通にやばい。しかも、武士ギャンの封印やし。え、熱っ。え、ガチャ熱いやん。やばくね、普通に。爆熱くて笑う。これ誰がいいんやろ。回避持ちであれ。お、ふざけんな。技がないんよ。え、回避持ちおらんけど。火炎とし、待って。アツガルルは回避持ちやったよね。まあ、妖術タイプやから、ちょっと微妙やけど。バスター、ワンダー、あー、回避持ちや。じゃあ、ワンダーギャン使おうかな。ちなみに、ジバコマは？ジバコマも回避持ちやけど、え、でも力50位、揚力。あー、待って、ワンダーギャンとジバコマどっちが、え？あ、ジバコマの方が高いんや、普通。でも、ジバコマの方が、ステータスは高いけど、でもこっち爆裂あるからな。でも、ストーリーやったら、あんまり爆裂使えんか。え？ちなみに、ジバコマって何やったっけ？チャージ攻撃やったっけ？攻撃やったっけ？気合はもう、チャージ攻撃か。ちょっとなんかビジュアル的にワンダーニャン育てよう。ワンダーニャンでいきます。で、回避を、レベル足らんから、回避を解放するまでは、とりあえずレベル上げていく。技4つ目って、どこまで行ったら解放。ちょ、待って、一瞬 AFK するわ。少々待ちよ。できたぜ。あれ、サバ今おらんのけ？サバッチ不在っすか。ワンダーニャンの方がレベル上げちまう。もはや回避やんか。こんな序盤回避なんてなくてもいけるっしょ。見習いの刀って、どうやって強化するんだっけ。強化素材なんだっけ。強化していけば序盤は割と使えるような装備ではあるはずやから。確か見習いの刀はなんならもう素材揃っとるかも。見た目かっこいいな。あー、エキス、まだエキスはゲットできん。3章クリアしたら電話になるんだけど、ベイダーチップ取っとこう。ちょっとベイダーチップだけ回収しときます。エントランスどこや。おい、広告来たって。あの、えーて、 QR どこ。ん、おい、動いたって。これどこ行った。これ広告得て。罰どこ。これオッケー。サンダー、ありがたいね。え、これ技をゲットするの40レベとかな。もしかして、もうそれは終盤やん。ここまでいったらもうワンダーニャン使ってないんよ。
そう、ガチャで引いた5つ星コインで出たガチャ熱い。しかも突撃ラッシュ強いんやな、こエキス。あ、エキス出るようになってるやん。3章からエキス出るんか。あのさ、来た。こいつマジ爆弾で破壊してやろうかな。てかガチャ3回引いたけど普通に引き運やばかった。ジュバコマ熱がるルワンダーギャン。ガシャ玉の色黒黒金やった。ガチで大当たりすぎる。よし、黒2連続とかできてワンダーギャンこんかなとか言ったら3回目にちょうどワンダーギャン来てマジ熱かった。アイテム拾っとこう、売れば金になる。いや今日引き運マジでやばかった。鬼玉もレベルアップに大事なんでしっかり取ります。テケラー妖怪増えた。全部倒さんな。突撃ラッシュ普通に余るな、これ。強すぎ。最後まで連打せんくても大丈夫。普通に3回とかで倒せる。敵が遠いんよ。しかも襖の位置もなんか最悪じゃね。最初に下倒せばよかった。襖の位置が最悪さ、鬼玉もちゃんと来なんないしな。先に下倒してから上行けばよかった。襖の場所的に。怖い。戻るぜ。シュワイオン。不思議エキス。これ何エキスいるんやったっけ。うわ、モテモテいいな。欲しい。おっと。あれでエリートチームなんや。お、パトロール解禁。え、これでモテモテンゲットできるんじゃね。でさ、桜ニュータウンのパトロールにさ、モテモテンおったよね。あ、でも、毎回おるとは限らんの。あー、全然ダメ。待てよ、でも。うわ、肩乗り小僧。肩乗り、あ、でも、ダンベルいるんか。そっか。レベルアップの進化じゃないから、強いのおらんわ。何やったっけ、装備の素材。データのミッション。ニケソリ。あ、ニョロロンと、イサマシか。なるほどね。覚えとこう。ニョロロンとイサマシの作れるんか。で、レベル上げ。とりあえず、全部打て、900。で、ワンダーニャ。全然技覚えんな。40くらいまで上げんな。だいぶ厳しくね。KJチームとバトルだぜ。これ終わったらもうガシャドクロじゃね。うーん。ぴったり。ちょい連打ぐらいにといたらちょうどいい感じに思う。ちょっと2人固まってるのだるいて。KJ だけなんか強くね。爆弾仕掛けとこ。よし、爆弾で倒した。やったぜ。おお、あ、よかったよかった。もうびっくりした。入ったんやけどさ、なんか声なかった。こっちしても拾ってなかった。えぐ。いや、今ちょうど爆弾で KJ を倒したところ。え、ってか、ガシャ。3回引いたんやけどさ、あれ聞こえる？うん。あ、びっくりした。引き運やばくて、玉の色が黒黒金やった。うん、おほ、金何出たん？ね、黒がアツガルルとジバコマで、え？バカ強い。で金がワンダーニャン。ワンダーニャン？うん。アスターズやからワン。そうそう。ツーやからあれは。バカ引きいいな。そう。だから今ワンダーニャン育てとる。いや、アツガルルかなと思ったけど、でもあいつ力低いから、鬼天とかないと結局弱いから、アツガルル上手い人たまに使っとるけど、鬼天あってのあの強さやから、基本妖術タイプやから、まあワンダーギャンかなと思って、回避持ちや。でも回避技4つ目やから多分全然まだまだ出てこない。KJチーム倒した。次いよいよガシャドクロや。あのさ、倒した。ちょ、一緒にやる？今日ちょっと忙しい感じあります。あ、マジか。めちゃくちゃやりたいのやが。忙しい鬼。お友達ゲット。囚われた駒次郎救出。なんかトロフィーゲット。え、これパトロールって、日付で変わるんやったっけ？違うわ。お前、シシマルおるやん。いやー、モテモテンか、モテモテン、とりあえずゲットしないかん。毎回パトロール確認して、桜ニュータウンに出るから。あれ、これ、バスターズのガシャドクロのガシャ玉に当たっても戻されんねん。なんてガシャドクロのミッションってガシャ玉に当たったら戻される。2だけやったっけ？バスターズは別に。ダメージ食らう。ダメージ受ける。あ、ダメージだけや。お、ありがてえ。いや、2の時、戻される。戻るわ。やばい、そう、しかもめっちゃむずい。学校入ってから、なんかめっちゃむずいとかあるよね、確かに。そう。バスターズは、学校入った瞬間屋上やから。間違いない。あそこまで耐えきれば勝ちやった。しかも当たっても、10とか食らうだけやし。弟子10とか言う。やばい、砂だけレベル3やから。弱い。ヒーラー弱い。とりあえず、勇ましエキスと、ニュロランエキスをゲットすれば、装備強化できるか。素材一つ一つが大事な時期よ、まだ。学校入るぜ。ガシャドクロこれ爆弾当て放題で熱い。動けんもんな。やべ、十分食らった。突撃ラッシュも、やばい。くそ、回避ねえから、突撃ラッシュしてる間に、振り下ろしボーンされた。回避で。ガシャドクロっての、最初のボスじゃないよ。最初、三つまた。いや、三つまたまだ戦ってないな。あ、どんな状況？このボリは？第2章がのぼせトンマンで、で今第3章のガシャドクロや。三つまた結構中盤ぐらいやった気がする。うちの子のあれやから。サバおはようございます。寝とった。先にザクロガイ倒そう。俺狙いか。いや爆弾強いわやっぱ。燃え盛る赤玉。あ、ガシャドクロこそジバコマで来ればよかった。引き感からせっかくジバコマ引いたんに使ってなく。ガシャドクロこそマジでジバコマやった。
火食らったら回復するから、全部必殺しとこう。倒せるっしょ。OK。弱いわ、ボス。てれてれて。あー、ランク上がった。まあ、ストーリーやし、当然なんやけど。いや、早く冬にはまで生きて、バスターズランク3になりました。コインいらんのよな、正直。QR コードで5つ星コインとか、いくらでも手に入るから、普通のコイン全然嬉しくない。いやー、コマジロー仲間になるんやったら、モテモテもとかも仲間になってくれや。あ、違う。さ、あいつら、ニュー KJ とか言って、クイージーリーダーにしてチームになる。ならコンクてもな。第4章。いやこれウサピョンいらんな。冬ヤンまでずっとワンダンヤンでいける。あ、次釣られたローマルか。氷炭液進化と合成ができるようになった。え、これでクシャムシャ、え、クシャムシャできるやん。え、ちょっと待って、クシャムシャゲットやんこれ。でも渾身じゃなかったっけ、デフォ技。何やったっけ。足りません、だるい。鬼玉足らんやん、クシャム。売っても足りなそう。全然足らんわ。しょい、まだ作れん、まだ素材。ちょっと待って、入れんくなっとる。普通にクシャムシャ使った方が強いか。デフォ技わかんねえ。お、お助けサバが来た。ゴージャスが入ってもくね、これ。爆速いいね。ストーリーが爆速で終わりそうだ。白つけ来たー。レベル制限あるとはいえ、装備は無制限やから。結局、協力者おった方が早い。まあ、確かに。レベル無制限えぐいな。あ、でもそこ縛りようないからな。むずいことになるからな、そこ縛ろうとしたら。いや、サバできればさ、モテモテ持ちの欲しいんやってな。できればモテモテ持ち欲しいん。どっちかというと妖怪集めたい。よし。あ、モテモテなんか入ること自体もできると思う。あー、あ、でも一応今サバが来てくれとるから。あ、そうか、サバがおるならモテモテ。お供で。だってリーチしか効果ないのに、確か。そう、確か重複戦って ゲーム側から。よし、バクロバー友達ちゃん。いや、できれば人面犬もここで回収したいけどな。人面犬、バクロバーと人面犬大量に倒すミッション、やけに友達チャンスになるから。早く飛ばさな、達成。サバできればモテモテ持ちで頼むぜ、お供に。モティヌス連れてきたらウケる。アングイ。モティヌスとさ、モテモテ同時に連れてたらどうなるん。普通打ち消し合う。打ち消し合う、だるすぎる。じゃあモテヌスとモテモテンとモテマクーレ連れてたらどうなるん。でも重複戦から、え、ノガッパ出たんやけど、ご褒美で。熱っ。大当たりのノバ、の2人おるから E4 もらえる、毎回。このミッションでバクロバーとノガッパゲット。熱い。ちゃんと大辞典夢や目標やから。あ、そういえば3章終わったら電話の通信プレイやから電話ならん。え、てかこれワンダーニャンより普通にクシャムシャ使った方が強いかな、普通に考えて。いや、3章終わったらクシャムシャゲットできるのやばくね、このゲーム。無敵と渾身と突撃か。微妙いな。ステータスはかな。渾身言うてボスの時ぐらい。セル低いんよな。まあいいや、クシャムシャ使おう。どう考えても強い。こんな序盤にクシャムシャゲットのエグい。あ、モテマクール、ナイスすぎ、ガチ。俺、研修ってどっちもいかんなんだよ。どっちかだけやったっけ。いや、どっちかだけでいいはず。どっちかだけ。そしたらなんか、どっちかがなんか、どっちかの派閥についたみたいな扱いさせられる。あー、なるほど。じゃあ、でかいのを倒す。あ、待って、クシャムシャレベル上げてくんの忘った。こいつ5レベや。しかも敵もクシャムシャやし。ガチだるい。ええと、クシャムシャこれ足速いじゃないから、ちょっと損かも。で、またクシャムシャなんやけど、敵全員クシャムシャなん。俺もクシャム。とりあえず、バトルアイテムをしっかり回収して、売るために。売って金になるから。いやー、モテやっても意外と友達チャンスなら、上限なのに。重複戦からこれで上限なの。あれか、お友達、友達チャンスな、危なかった。大辞典何が不便って、なんか、バスターズの大辞典あんま埋めるの苦労した記憶ないんよ。まあ限定妖怪以外、まあでもパトロール無限にいかんなんていうのが誰、結局友達にするの。あとガシャ、まあ、ガシャはマジで時間かけるしかないからな。なんか何がめんどい、毎日30秒だけ。何がめんどいってよりかはただ単にもうひたすらガシャとパトロールやから。限定限定の鬼渋い。確かに。毎日やれば。まあまあまあ。いや、大当たりならいいんやけど、スペシャルはオーラとかでどう。いや、そう、スペシャルマジ渋い。しかも、同じ、ゲーム、4人集めんなんし。そうなんや。中猫4人限定で、モテまくる、普通に顔いいな。人魚が味方についてる。これ、移動地盤やんでやろう。足早い。これ、どこ向かえばいいん、これ、どこ向かえば倒しとればいいん、これ、今何の時間や。目的が表示されてないんや。探索の時間。今までなんか敵何体倒せみたいな表示で16分の何体。そう、目的変えてないんや。何の時間、え、カッパと戦うんちゃうの。あれ、なんかカッパファミリーみたいなの全部縛いたら4対4のバトルになって、違ったっけ、それ違うやつ。もうこのなんかそよ風タウンのなんか家とかにおるやん、違ったっけ、あの右上の家に。あれか、高級な家みたいなとこ。そう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 、なんか池あるところにさ、なんかおったよね。あ、
なんで矢印出てないんかと思ったら必殺で隠れとったんや。マジやめてほしい。あそこじゃなかったカッパは。そう、なんか金持ちの家。あ、そうやよね。すごいな、よう覚えてる。すごいな。まああんだけあれば覚えてる。いざ勝負、いざ突撃ラッシュ。俺がどんだけ殴ろうと意味ないんよね。全部サバが一瞬で終わらすから。ストーリーなんてね、これやる意味ないから。ランク10にするためだけの作業やから。とりあえずストーリー終わったら TOB 周回して、鬼玉、とりあえず金の卵を10個か20個ぐらい取って、で鬼玉でレベルとりあえず99つって、でも TOB ってどこまで進めたら、あ、でもランク10になればいけるやん。え、そんなことある？違ったっけ。なんかピンクエンペラーゲット組にならんとできん。あ、え、でも確かランク10になったら、その日野神とかその辺やる前からゲット組のクエストいけたくない。わからん。え、でもゲット組のクエスト自体が、では新チャレンジ自体がゲット組に乗っていたようだから、よく。でももうハテナで出とるんやな、今の時点で。あ、そうなん。そう、どっかのアプリでハテナが表示されるようになったんだ。そう、多分ゲット組になした時点でこのサバがボス戦になったら急にガラキンボを使い始めた。サバがさっきまで爆速やったのに、ストーリーのためにさっきからラグかったからグワー、もう逃げるん、釣られたろまで。早すぎん。俺まだ到着してないんやけど、ボスの姿まだ一回も見てないのに、なんかもう逃げ始めとるんやけど。超でザコ敵倒しとろ。ワンちゃん友達にならん。ノラの敵倒して、いや意外とりあえずアイテム拾ってレベル上げの資金に腹踊りで行く。いや、鬼玉拾ってくれるのありがたいわ。もうストーリー序盤は常に鬼玉枯渇しとるから。え、だからこれ妖術タイプでくれるの。鬼玉は割と常に枯渇するよ。そうなんだ。一回余り出すと一生余るんやけど。あれ？釣られたローマルワンパンされたんや。なんかガラキンボウが渾身で7000とか出して終わったんやけど。釣られたローマル真ん中行くから時間かかるなとか思っとったらワンパンで終わった。7600とか出とった。おもろ。サクサクパンだよな、マジで。効率2倍ぐらいになる、ストーリーの。とりあえず8章クリアすれば冬にはもらえる。ここまで行ったらもうウィンギングライン。でも武士王の封印もちょくちょくやってかないかんない。お、ニョロロンエキス来た。俺装備品の強化にいる。確かにニョロロンエキス1個と勇ましエキス2個やってんだよな。まだ持ってん気がする。え、でもクシャムシャ3体倒しとるからワンチャン。次回のどっちバスターズは次第5話か。第5話おどける、ツチノコ大捜査線。タイトルだるい、これ。うわ、あったなそれ。なんだっけ、ツチノコおらんくなっていくやつだっけ。誘拐されとるみたいな。そう、なんかどんなんやった。ツチノコの里、渚にある。あ、じゃあ渚じゃない、あれ、ケマモト村。あれ、ツチノコの里ってさ、どこにあった。ケマモト村2の時装備品できんか見よう。どう、うわ、イサマシエキス足りるけど、イサマシのかけらが足りん。そんなことは。ミラモが840か。じゃあクリアしたらパトロール確認。微妙いな。桜中央シティの目撃妖怪だるい。ワカメくん、コンブさん、ワカメスター。だるいって。勘弁して。あれ、サバが落ちちゃった。あ、また入った。あ、創作隊や。タイトルとミッション爆速。いや、爆速マジでありがたいわ。どうしよう、ストーリーより先に黒に周回した方がいい。黒に確か8章クリアしたら、8章のサブクエストの黒に周回して、そもそもクリア前って極いけたっけ。え、いけんのっけ。そう、倒したりすればいけるんじゃない、いけんのっけ。お、おならず者が友達チャンス。ナイスすぎ。いや、おならず者って確か普通にランク高くね。よう急に友達チャンス。ヘコ基準が A やし B ぐらいあるんじゃね。え、てかあれ誰が終わりそう。おならず者の友達チャンス。あれもおならず者には追いつ。バトルアイテム開始の金になる。あ、終わったわ。爆速マジ助かる。早すぎる。しっかり鬼。え、黒に周回したら確か鬼砕きの一番しょぼいやつ作れたよね。それ作るだけでもだいぶ強いや。細くてしょぼい。鬼砕き赤みたいな。え、でもまあまあ強いんじゃなかった確かに。それだけでもまあ強い。あ、ちょ、俺こっちの方が強いかも。すでに強いよね確か。そう、とりあえず8章まで行ったら黒に、でも黒に極玉ゲットするのがめんどいんよな。超参考いかんなんか。でもあれか、 QR コードで極玉もらえるか。そういえば黒にのメダル読み込んで極玉もらえた。次ありゃボス戦と見せかけた、ボス戦じゃない三つ股の辻編や。プリズムブレイカー。もう一体倒されとるんや。ミッション開始のセリフが終わる前に何分の何表示されたら、もう6分の1って書いてあった。え、キュン太郎おるんやけど普通に。え、キュン太郎の仲間になった。バカ熱い。え、価値格やん、もう。え、やば、そんなことあるんや。え、そんなことある。そんなことある。キュン太郎おるんやけどとか言って倒したら起き上がった。熱い、マジ。なんか結構順調じゃねえ今のところ。ガチ順調すぎ。ガシャもガチで順調やったし。え、こんな序盤にキュン太郎ゲットしちゃっていいんすか。音もキュン太郎にしよう。あ、じゃあもうサバ、あれ
外してもらって大丈夫。もう自分で補いで。え、モテモテゲットしたの熱、普通に。もう理論値だね、これ。モテモテ入手 RTA まである。ガチ熱い、いろいろ熱い今回。キュン太郎熱、しかもちゃんとヒーラーやし、お供としての能力もちゃんと果たしとる。ただ良さが、しかも最初からレベル17もある。ガチありがたくて笑う。勝負し倒したから、魂のかけら、なんかけらが2ついるんか。コンできるようになった、コン変化ができるぜ。これ暴露バーもうゲットしたし、コンに、あ、でもババーにしてからの方がいいか。自動回復、間違えた、今クリアしたって。あれ、ちなみにキュン太郎移動早いやったら、キュン太郎で移動し、爆速ハイエ、勇ましい族の雑魚よ。これはもう目玉なくなってる。おい、勇ましのかけら拾った、ありがとう。今これパトロール、いや、ストーリーです。渾身当たるっけ、野槌最速でやれば。あ、当たる当たる当たる、最速なら当たる。思った目と違ったら渋い、移動戦なんだ。倒したもん、ハイエ、ボス戦終了。あれ、これ襖出てこない。なんか土の子に感謝されるせいです、襖なかなか出てこない。なんか貫通しとるし、いや、なんで貫通しとる、なんで外側行っとる、普通に、なんかそばは城外行っとるんやけど、え、帰ってきた、普通にどうやって、だってさ、チートは使えんはずやのに、オンラインやから。バグなんかな。野槌戦で外側行けることある。しかも透明な壁あるから帰ってこれんし。でもなんか普通に襖出たら帰ってきた。うわ、ゲロロンエキスか、1個で十分なよな。遺産欲しいけど。デロロン、デロン。そうねんて。しかも3章超えたらエキスばっかり手に入ってかけらがないんよ。あの、マジで渋い。困る今。必要量増える。かけら。エキス1個破壊してかけら2個ぎ取りたい。さっきまで1個の章に30分かかっとったのに、今もなんか10分ぐらいで終わる。新速バグ、そんなんあるんや。新速した瞬間にチェンジすると貫通するっていうバグがある。普通に初知りないんやけど、それ知らんかった。こんなバグ存在したんや、普通に知らんかった。お、ビッグボス解放された。ビッグボス解放されたところ、まだ用はない。これかけらゲットしたけど1個足りんかな。あー、勇ましのかけらあと1個足らん。だるがめし、マジでさ。太郎早いけ、あ、早いや。動画急にケマモト村のミッションやし、これケマモン出てくる。デレレーデレレーデレー、ケマモン登場。いや、これ全部仲間にならんよ。山も行くぞ。アイテムも、身代わり人形。あ、身代わり人形は裏んと普通に残しとか、無限に使う。早い。のかけらは ?K の場所、おこぼれをもらいに来ました。うわ、豪傑のかけらか。あ、終わりか。妻はどこ、神社じゃなかった。お寺やった。これ間違えたら。てれててれててれてれて、え、神社系、あ、お寺か。あ、和尚さんおるとこやし、お寺やわ。いや、しかもサバ赤猫やから気象ちょっと集まってくな。それ意味あるな。これちゃんと意味ある。10枚ずつやけど。あ、意味あるよ。かけらもらった。うわー、勇ましのかけら拾ってないかな、今回。あー、拾ってない。くそー。エキス5個とか拾っとるんに。薄ら影エキス5個とか拾っとるんに。勇ましのかけら。勇ましい。勇ましい。目覚ましい。ギアマン解放。あ、次、肉集めパートや。ちょっと面倒いんやな。赤鬼呼び寄せ用の肉集めるミッション。結局、ケマモンが食べるし。勇まし妖怪探す。なかなかおらんな。あー、逃げないで。強いんだけど。勇ましの弱い妖怪。多分 E ランクとかじゃないと、かけらじゃないんやな。山本村、勇ましおらんな。貧乏い普通に欲しいな。お、仲間になった。ラッキー。欲しいなっつったら友達チャンスになるし、これでお金ないだも実質ゲットや。登場しまふる。ケマオンのものだ、えぐい。あれ、つわものコインってレッドジェイ出るんけ。で、あ、いや、待ってよ。いるかも。出るかもやな。いや、つわものコインね、基本的に使えん妖怪ばっかないけど、レッドジェイだけに関しては強いから。メラメライオンと貧乏いで。メラメライオンって封印系？あ、やっぱ封印や。白駒だけ集まってって、ブシニャン全然集まらんね。ブシニャンの封印。ワルニャン、トゲニャン。この辺ガシャか。服ガシャやな、確か。次もう赤鬼戦。赤鬼戦というより、あれやけどね。鬼食い戦やけどね。勇ましのかけらでん。ましい。ましい鬼。目覚ましい鬼。BGM 熱いこれ。渾身当てたいな。コングシング。俺がクラブ避けた。これ一撃。7000なのよ。おかしいやろ。鬼玉拾い食い。あれ男。オッケー。強っ。もう死んどるし、赤鬼。赤鬼、特に死んどるんやん。鬼食い登場。必殺ナイス。あ、もう死んどる死んどる死んどる。鬼食い死んどるのにさ、マスターニャーダの猫のムービー来るまで死なんのだるすぎる。まだ死なんの。あ、なんか俺たちは諦めないやんとか言って、それがあるまで。なんで？なんで今言ったら大社員チャンスがおかしくない？ジュランがかっこいい。これオーバーキルにもほどがある。
おぎくいずるいってこれ、シンドルに一生こっちのことを殴ってきて、死んだ。命令無視だ。ジュバニャン命令無視につき、スターズ協会契約解除。うわぁ、豪傑の塊、マジでいらん。楽しいのはいい。これ何章やったか、6章ぐらい。命令は絶対、おぎがしゃか。くがしゃないよ。第7話、ババーンと渚のバカン。800巻残し。ブーブー。どこ行けばいい？わしは駅に行くんだよ。暴露番、気性荒いな。私は駅に行くんだよ。道を開けなっつって、大量の敵妖怪の中に突っ込んでった。よーし、道草めげていい感じよ。マジで勇ましい。お、ワカメくんが友達ちゃん。これ誰や？これもワカメくんか。いらんけど守らん。極上マグロみたいなやつ。あれか。夫婦喧嘩か。西洋館と絶王寺。あ、違った。新洋版と絶王寺。組み合わせ違った。え、なんか仲間になってる。おお、歌うなぎやん。熱。歌うなぎ熱、マジで。笑うツボやった。くっそ、間違えた。あいつらわからん。歌うなぎは黄色いやつか。笑うツボが微妙な色のやつで、黄色が歌うなぎ。あ、違う、歌うなぎオレンジやわ。あ、黄色は大蛇のツボや。もうわからん。勘弁してほしい。このお肉、身代わり人形いっぱい持って。そんなに？別にレベル上げとりゃいけると思うけどな。サバ落ちます。ここまでいっかな、今日。妖怪3種類もゲット。素材ゲット。いや、さすがもう持っとるやろ。ブッブー。魂のかけら買えんの、ま、かわしてほ。ふーん、やばい。ここで買え、まあ、いや、しばらく。Gババーンまで終わらそうかな、じゃあ。Gババーンのボスまで行ったら今日終わろう。こいつら全員仲間にならんやつ。これめっちゃ妖怪出てくる。ワンチャン、魂のかけらあるで。すごい、渾身で3人倒した。熱々。爆弾ナイスすぎ。はい、楽勝。もう一人おるんか。悪いにゃんか。悪いにゃん、さっき倒したやろが。何回出てくんの。ドーン。やったぜ。まあ、別に一人でやっても割とすんなりいくな。爆速にはかなわんけど。いや、バスターズってストーリー短いから助かる。ナンバリングとは比べ物にならんぐらいの短さ。ヒーローコインいらねえ。まあ、あれ次、ボス、乙姫様のボス、レベル上げて、敵いっぱい倒すからワンチャン勇ましの、ルル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 って。ジーババーンの BGM あれ、お金ないだのテーマなんだるい。倒せばええん。ウニボーズか。タンクなんだるいな。調子入れてやば。めっちゃ耐えるやん、こいつ。うわ、範囲広い。なぎさき横断せんな。勇まし。こいつもタンクかい。しまいやん、これ。反射ガードか、これ。次は右側か。困る。黒ジジ黒金千本あった。当選。黒金千。こいつもタンクやろ、爆弾。ジバニャンが死んでんの。あれこれ、コンピューター。説した。なんとやばい。歌舞伎ジババン倒し。あ、回復してからにすればよかった。倒せる。避けられた。だるマジで。こいつ動き早いんよ。渾身なんて当たらん。あれ、プリズンブレイカーって、黒身より手前やな。まだまだ大丈夫。いや、火力弱い。意味ないわ、ジバニャン。おい。爆発でキュン、あかん。キュンや、ええわ。キリーだね。キュン太郎はまずい。蘇生。お、まずい爆弾。回避ないんよ。普通に負けるん。だる。めちゃめちゃ育てとったのミスやな。回避持ち。売るか。あ、ないんやな。15レベル。全然。やっぱウサピョンか？ルーダーチップあるし。あ、ちょ、最近ウサピョン取ってこい。トリプレイモード。このバスターズ。溺れバスターズ。あ、猫妖怪のやつ。バトルロワイニャ。モーターローハン。トリプレイ戦。ウサピョンだけ。やっぱり幼児。いい、そもしのコケラ拾った。遅い。もうベイダーチップでいいんよ。メリケン妖怪、ただの殴り合い。移動しながらの方、アペリカン倒すぜ。ここにいるんだろ最強。ここからやって、羽だけ見える。弱点なんや、しかも。よっ、こいつ1で耐えるからだるい。プルファント。氷弱点のやつ多くね。スネスネークが、偽メリケン妖怪扱わない。かわいそうや。ミショットの、風の妖術は避けます。いや、このブリ、熱い。本心当てろ。ナイスすぎ。いいよ、マジで。チートやろ。さすがレジェンドチーム。さすがレジェンドチームのリーダーだけのことはあるわ。ブリ、強すぎです。ミュージックカム。勇ましのかけら。じゃ、あちーマジで。しかも3個もゲット。あんなに欲しい欲しい言うとて3個もゲットしてもういらんっていう。じゃあ、ウサピョンゲット。最強です。もうこれで最強。ちなみにこれ、薄め10レベル用。技もない。でも、ベイダーチップで最強。これ、序盤に手に入れていいステータ。これ、幼術、ベイダーチップって幼術の方が高いんや。終わりやろ。ワンダーニャン、解雇しよう。こいつ味方殺しよう。じゃあ、ジバニャンに鬼玉使ったのが10レベルで勝てるか、これ。12レベル。妖怪抗議して売ろっか。抗議した方が金。装備売ろっかな。装備。あ、コイン売ろう。いらんもん。青コインとか回してもいいの出るわけ。ウサピョンになるべか。ウサピョンに全部。14レベルか。シャムシャの半分。ガスイヤンなぁ。ジーババン倒しまし。早いで。ベイダー強。強すぎやろ、ベイダー。アウトだろ。12レベルでこれ。絶好調友達チャンス。やろう。イワンコフじゃない。あ、そういえばエンペラーモード思い出し。ビーウサピョンで、ジーダも取ったらエンペラーモードに。幼女と逆にして、ガードいらんまし。何？超シールド撃たれた。
うまっ。この海坊主やりおる。弱点ないな。氷弱点の敵多いな。届かんわ。A なら届く。黒金線ボンダル。お、渾身ナイス。なんとやばい。お、ノラルクラリ。友達チャンス。あ、全回避持ちなら絶対勝てるからな。いくらレベルが12レベルしかないといえど。ケンタロウさえしなんてとか、攻撃食らいようがないから。食らったわ。ブラブラ。あんないって。俺にマジで食らうんかい。やっぱベイダー値最強で、隙が少なすぎる。しかも防御力高すぎやろ。よし、当たります。あれ首、あ、これ。手首ひねるのは確定じゃないんか。そりゃそうか。必殺って毎回手首ひっさきじゃないんだよ。ベイダーも。あ、避けられた。もう一人。はい、死んでくれ。当たらんない。ひねれ。ひねらんのかい。急に余裕になる。もしかしたらさっきまで全部ワンダイヤンの爆弾で味方死んどったせ。あ、ランク上がる。これ次、プリズンやったっけ。桜町まだまだやもんな。言うて12時半か。寝るか。次の鎌足り。絶好調のらりくらり。いいね。妖怪集まってきたよ。え、雲海三面鏡来たんやけど。桜町編じゃねこれ。プリズンの前に桜町なんや。じゃあよ、いやー、どうすっかな。ねこれ。あれゲット組のストーリーもいけるようになった。ジーババン倒したらゲット組のストーリーいけるんやけど。早くね。プリズンより先に桜町編ないの。じゃあもうさっさとやる。クローニー、フユニャン先やな。フユニャン取って、クローニー、フユニャン俺はとりあえず僕は倒せるし。あー、これまた技の配置変え忘れ。どうしにくいんや。ほぼワンパン。てか、ウソピョンずるくねこれ。A ボタン複数人に当たるのやばくね唯一やん。A ボタン複数人に当たるの唯一でやばい。塊が3個ある。集まれ。よーし。5ヒット。最強やん。カモン、集まれ。うわ、タンクがおる。そろそろフーニャン出てくるか一冊意味なかった。フーニャンと戦うんか。お、身代わり。これ。うわ、駅の下に襖出とるやん。1分待った方が早いぜ。待った方が早いはよくわからん。さすがにたどり着く。コインいらね。まあ、売ればいいか。ケウゲゲンゲット。クローニーいけるんだ。さすがにまだか。命取りかさ。クローニーって、桜町編にやったよね。違ったっけあれプリズンブレイク。また技の配置変え忘れた。もう、アホすぎる。ADHD すぎる。ガードが硬いな。なんで、ゲンマ将軍や。みなさん、俺です、ゲンマです。幼児がゲンマです。おー、みちょまち。よく見てないと別に全員 A ランクか。遠いんよ。同距離が固定。ただ遠い。からの、ラッキー、ガードされる前。ちょうど目的達成で、ふすまが、ミュージックか。レベル上げる。チャージショット覚えた。熱っ。八角やんじゃん。だってあともう一つ素早さの構えやろ。その前に、技の配置を変えない。ため技を合いぼと。うわー、これ3つあるありえん。おのぼりきて。でもウサピョンよく考えたら X ボタンの技の威力がアップ。 X ボタン回避にしてしまった。ミスや。殺すなよ。まあ、ひたすら殴るだけ。66パイセン一刺さった。あ、守りすぎ。あ、めちゃめちゃ渾身外す。確かに避けるね。鬼天早く作らせてくれ。もう鬼天は日の神に倒さないかんから。鬼天は無理。届くっしょ。届かん。あ、届く。おのぼりは2つ食らいすぎやろ。ボーン。あ、やべ。まあ、さすがに終わる。腹でか、鬼。いや、ウサピョンの技、X ボタンに、戦闘、威力、スキルが、ちょいめんどい。ノープロボ、あ、そういう、当たり前のように、ずっと倒して終わり。鬼玉もらえん。いや、もはや冬にゃんよ。どうせウサピョン、どっちか。お、すご。渾身やるやん。当たるんかい。どこ向かうと、力行くの。なんて意味ない。冬にゃん、疾風ナイス、神しよう。地獄行きやばいやろ。届かんのかい。渾身ナイス。回復魚ね。危ないって。ナイス。魚が、よ。三者普通にナイスやな。何？ギリ当たらん？あ、ギリ当たるよ。どっち回り？これ、反周するんやったっけ？疲れている。うわ。あとは野寿司だ。大三章。ハンギョドン。あとはブラックハンギョドンだけや。あ、ブラックハンギョドン倒してドンドラ倒せば増えん数が多いの。いや、野寿司は普通。目玉パートある。すぐ終わると思う。なんか強くねこいつ。強くねこいつ。なんでこんな無駄に HP 多いん？12体も倒さん。地獄や。うわ、駅の下おりやん。いや、やっと通るし。どうせ学校行くと。ありえん。工場にまでおるのありえんが、長い。いつまでが、リーダーも早くね。全然追いつく。1段階ぐらい。2体同時処理することによって時短。あと1匹。長かった。昼間すな。いやー、冬にゃんが閉じる。おい、冬にゃん。目を閉じさすな。マジで作業すぎる。せーの。やっと必殺まともに当てれる。あ、全然まともに当てれた。あねー、マジで。ノーマス素材。うわ、これ、幼術おらん。あ、ウサピン幼術に。ドンドロは大丈夫。実際、ベイダーチはやって幼術。あれ黒鬼はおらんやん。転がって、気が俺は、こういう風術。なら幼術。幼術でも。もう CPU に呪いの正気は死亡確定なんや。やっと攻撃風、幼術風、補正しとけよ。肩にかけるぜ。攻撃風術。素晴らしい。
殴ん投げ殴ん投げ。もう不運の張り手である。これ全部無視でいいな。このままいける。地面に気絶しておいてば。ドンドロドン、やばい。それでいい。当たらんかよ。両術封じになってくれ。そればっかり。あ、出んのか。どこ行くね。あ、これ当たる。殴り放題キャンペーン。またです。あ、一撃やん。え、枯渇しようとした。全部一撃やし。届いてるね。チャンス短。いやー、攻撃封じである。嘘や。ガンガン。攻撃封じされてるね。あ、食らうわ。受けなかった。もう今攻撃封じしとったやろかい。クオリティエース。あ、でも、フーミャンゲットやん。立ち格です。技ね、でっかい火は入っといてほしい。よー、最強。最強妖怪ゲット。それ、フーミャンの前。KO。誰これ、スキップでええやろが。はい、フーミャンレベルアップはします。装備つく。うわー、勇ましたまりか。刀強いんやけどな。残りをフーミャンに全部打った。早速回避。ちなみに、黒鬼だけおるかみ。新チャレいけるようになった。早く直した。まだプリズンブレイカーも倒してないの。え、いけるようになるんあれ、ゲット組にも、ゲット組のとこまでいかん。うん。てか、そもそもゲット組のクエスターも、いけるしな。これはもう、なぎさき終わったらいけるから。新チャレもうできる。新チャレできるってことはもう、鬼玉、取り放題やん。一生 TOB 回ればいい。やからダメなんかと思う。だってゲームバランス壊れ、まあ、関係ないか、オフライン。で、冬にはもう無事ゲットっきりいいし、今日この辺にしとこうかな。エミリーも無事カット。